はい、というわけで今日はですね、私が住んでいるマンハッタンダウンタウンエリアにあるブルックフィールドプレイスをご紹介します。こちらはですね、会社が入っていたりレストランとかショッピングができるとか、そういう総合施設的な場所になっているんですけども、まずはクイノックス、私が通っているジムもここに入っています。週に 1,2 回来るんですが、おしゃれで綺麗なジムなんですよ。で、奥にはですね、今マンハッタンで人気のジュースプレスという、コールドプレストジュース屋さんが入っています。ワークアウトの前後にですね、ヘルシーなものが食べたり飲んだりできるっていうのは本当にありがたいんですよね。はい。で、奥の方に進んでいきますと、会社員の方たちが入っていってますね。これ、コーポレートオフィスが、上の方に入っていますので、それの入り口ですね。皆さん今日も頑張ってお仕事してください。はい。で、さらに奥に進んでいきますと、フードコートがあります。ここハドソンイーツというフードコートなんですが、ハドソン川沿いにあります。で、ここ会社員の方とか、あとは、観光客の方も楽しめる、そんなフードコートになっていまして、カフェとかね、他にもいろんな種類のお食事が楽しめるようになっています。で、これはカップケーキ屋さんです。この日はね、女の子がたくさん並んでいましたね。はい、かわいいカップケーキがたくさん売られていました。で、奥の方に行くとこんな風にね、テーブルがたくさん並んでいて、お食事ができるようになっています。でも今やマンハッタンのあちこちにあるサラダバーももちろん入っています。これね、スタッフの方の T シャツ見てください。日本語でより良いって書かれてびっくりしたんですけど、いろんな国の言葉でより良い、ベターという意味のメッセージが胸に書かれているんですよね。はい、サラダ食べてより良い状態になってくださいねというメッセージでしょうね。はい、行列ができていました。で、こちらはですね、ピザとかイタリアン系のご飯が売られていました。とってもおしゃれでした。で、ニューヨークといえばのベーグル屋さんもあります。こちらはですね、ブルーリボン寿司というちょっと高級なお寿司屋さんのバーが入ってましたね。で、ビルの下の方に行きますと、スケートリンクがありました。はい、子供たちがね、スケートしていてとても楽しそうでした。で、ビルの中はとっても暖かくて、ヤシの木とかもたくさん植わっているんですが、下の方は奥に行くとですね、フィッシュマーケットとかあって、で、すぐ横にはですね、バーとかもあるんですよ。なので、なんか新鮮な魚とか買ってその場ですぐ食べられるんですよね。素晴らしいなというふうに思いました。で、奥にはスーパーマーケットもあって、新鮮な果物などが買えるようになっています。はい、とっても楽しいね、ブルックフィールドプレイスなんですが、こういうちょっとね、高級なお店も入っていて、じゃあこちらはトリーバーチです。マットシェフがトリーバーチのパーソナルシェフを数年やっていましたね。はい、いいお店でございます。はい、というわけで今日はブルックフィールドプレイスをご紹介しました。このね、真ん前はですね、ツインタワーがあった場所なんですけれども、今は高層ビルとかね、公園とかできていて、とても素敵な場所になっています。皆さん、ニューヨークに来た時にはぜひ遊びに来てくださいね。ブルックフィールドプレイス、チェックイットアウト。